はい、どうも、レッドコンプレックスです。今回は、僕、ブルーノパック買いましたんで、その中の、これめちゃくちゃ強いだろっていう選手、紹介しちゃいたいと思います。ということで、今回は、ジョアン・フェリックス使ってみたー。いや、フェリックスがパックに登場しちゃいました。こりゃ強い、弱いわけないよっていう話を。だって、もともとね、アップデート化前はただちゃんめでね、まあ、ちょっとドリブル細かいかなみたいな選手だったと思うんだけど、ダブルタッチついちゃったんですよ。それでワンパとかスルーパーあるし、まあなんかイケメンだしさ、もう使うしかないっしょ。ということでね、能力値パラメーターと、試合で使ってみた使用感をお届けしたいかなと思います。このようにね、選手の試合に関する動画をちゃんと上げていきたいと思ってますので、めちゃくちゃモチベになりますので、よかったらチャンネル登録や高評価よろしくお願いいたします。それではやっていこうか。アリーベデルチ、はい、ジョアン・フェリックス181センチ22歳、若い、そして ST の選手で右足だね。プレイスタイルちゃんめで結構適正範囲広い、これありがたいですね。 OMF とか、サイドハーフの方でも使えて、 CF でもね、やっていけると。でタレントポイントの振り方はこんな感じになります。ババン、ショートカウンター99にするのもったいないかなとは思ったんだけど、まあ他の選手との兼ね合いで99でも十分強いのでそうしてみました。でオフェンス85へのドリブルがね、めちゃくちゃ高いと、ドリブル数値96のボールキープに関しては99カンスと。でパスもね、ある程度うまくはしたかったので、グランダーパスは85を超えるように、してました。で決定力はね、79と80乗せたかったけど、まあ79あれば十分かなと思いました。でスピシュンは80と85を超えてくると、なのでまあ最低限高いし、でボディコンがね85を超えてきてますね。まあフィジカル弱いっちゃ弱いんだけど、まあボディコン85も最低限ライン超えてきてるので、ドリブルのしやすさは損なわないぐらいであるんじゃないかなと思います。でここ素晴らしいとこ、逆足品の精度最高高いと。これベン・エデルと同じでね、素晴らしいよね。まあコンディション並み普通はちょっと気になるけど、スキル、ダブルタッチルーレット、これが素晴らしい。で軸裏ターンもこれもありがたい、足裏コントロールあってね。でワンパスルーパーアウトスピンキックと、もうすごい。ということで、そんなジョアン・フェリックス早速試合の方で使っていきたいと思います。それではどうぞ。まあ、やっぱダブルタッチがでかいよな。ほんと1枚簡単にかわせるっていう部分でもめちゃくちゃありがたいし、まあ、ルーレットもあるからね、まあ、たまにダブルタッチしようとしてルーレットになっちゃう時はあるんだけど、まあある程度使い分けできるとね、強いんじゃないかなと思います。でやっぱパスだね。このアウトスピンキック持ってるから、逆足でも相手にね引っかからない程度のスルーパスを出してくれるので、まあ同じようにね、フィニッシュの場面でもね、アウトスピンで蹴ってくれる時があるから、コンカとかすると、そういった強みはね、しっかり持ってるんじゃないかなと思います。で瞬発がね、もうちょっと高ければ多分もっとキビキビ、ドリブルできたと思うんだけど、まあタッチの細かさあるにしても、めっちゃスイスイ抜けてくようなタイプではないかなと。ペドリと比べるとやっぱちょっとドリブルの面では少し劣ってしまうかなとは思ってます。まあ、だからね、結構僕4132使ってるんだけど、4132の3の部分で、僕はペドリとかね使ってるんだけど、まあ、そこをフェリックス入れてたけど、そこじゃなくても、あの4132の2トップの片方 ST チャンメとかで使うか、まあ、CF で、無印で使うとか、フェリックスは適正範囲広いので、そういった、使い方もできるのでね、まあ、そこは皆さんのお好みでいいんじゃないかなと思うんだけど、まあ、攻撃にねちゃんと貢献してくれるっていう部分では、このフェリックスだいぶ強いんじゃないかなと思ってますね。